皆さん接続してますか？宇佐八幡宮信託事件に関する一考察、解説の伊賀酔い咲夜です。皆さん調査してますか？解説補佐の本命凛です。ということで今回はこの二人で、宇佐八幡宮信託事件についてご説明します。この事件はなかなかに興味深いんですよね。日本史全体で見てもかなり重要ですし。まあそれはいいんですけど、なんで咲夜さんが解説に来てるんですか？日本史の担当は私とフラン様なはずですが。今回は495歳児には刺激の強い内容が含まれる可能性がありますので。ああ、なるほど。まあしかしこの事件は学校の教科書にも普通に載ってますので、そういった配慮は特に必要ないのでは。いけません。あ、はい。ということでこの事件、教科書とかでも割と大きく取り上げられていますし、この事件に関連する人物や別の事件は入試での出題頻度も高いので、ご存知の方はかなり多いでしょう。特に、今回の主要人物である道教は、いわゆる、日本三大悪人の一人として色々と有名です。なお、他の二人は平将門と足利尊氏の模様。この人たちは天皇に背いているので、特に戦前の価値観ではそれが悪とされてるんですね。平将門についてはこのチャンネルで何度もご説明していますし、足利尊氏も後醍醐天皇を裏切って室町幕府を開いてますからわかりやすいんですが、ではこの道教は一体何をやったのか、その辺についても詳しくご説明していきます。まあこの事件は別名道教事件とも言う多少はね。ということでこれから具体的な説明に入りますが、この件に関しては詳しくはご存じない方も多いでしょうから、まずその概要を簡単にご説明します。宇佐八幡宮信託事件とは、769年、道教が皇位を狙って起こした、分けの清麿が阻止、九州の宇佐八幡神のお告げをめぐる事件。授業から入試まで使える、日本史用語辞典より引用です。この用語集、入試対策用の参考書なんですが、試験への出題頻度が記載されてるのが非常にありがたいですね。日本の教育において、この単語がどの程度一般的なものかがわかります。ちなみにこの宇佐八幡宮信託事件の出題頻度は B となっております。一方で道教の出題頻度は A。また、もう一人の主役である聖徳天皇は B になってますね。やっぱりこの事件に関連する用語としては、道教が最も有名なようです。やはりここは道教の時代だった。まあこの内容を見れば道教が注目されるのは当然でしょう。何しろ現在にまで続く皇室が乗っ取られかけたわけですからね。当然ですが、道教は天皇とは全く血縁関係ありません。藤原氏のように自分の娘を天皇の嫁にして、自分が天皇のおじいちゃんになろうって話ではなく、自分自身が天皇になろうとしたという話です。こいつはめちゃ許さんよなぁ。というところがこの事件が現在でも注目される理由ですが、この点についてこれから詳しくご説明していこうというわけです。そしてこの事件は後ろの木簡に表示している通り769年に発生していますが、その背景が非常に重要ですので少々時間を遡ります。というかそもそもこの頃はどういう時代だったのかについてからまずご説明しますね。まあいきなり769年って言われてもよくわからない人が多いでしょうからね。ということで以前の動画で使用した日本史重大事件の一覧ですが、これで説明すると7番目の墾田永年私財法と8番目の平安京遷都の間になります。大雑把に言えば奈良時代の中期から後期にかけての事件ですね。この辺りは先ほど話に出た墾田永年私財法や古事記と日本書紀の編纂など、日本の内政が進められていた時代ですが、その裏でこんな事件というか内紛も行われていたわけです。っていうか実は日本の歴史は大小様々な内紛の歴史でもあるんですけどね、外敵から攻められることが少なかったこともあって内部では権力闘争に明け暮れていたわけです。まあこの辺りについては日本史の授業で嫌というほど覚えさせられた方も多いでしょう。この時代も都の内部ではいつもムキュムキュやってたわけで、そしてその中でも特に大きいというか重要なものがこの事件ということになります。まあその辺りはともかく、墾田永年私財法が発布された743年まで遡って解説します。当時の朝廷では聖武天皇と立花の諸江が主に政権を担当していました。まあ天皇はいいとして、この頃は藤原氏が政権担当ではなかったんですね。そうですね。実はこのちょっと前までは藤原氏が要職を占めていたのですが、この少し前に天然痘が大流行して主要人物の多くが亡くなりました。藤原氏といえば大化の改新で天智天皇を補佐した中富の鎌足りが藤原姓を賜ったのがその始まりで、その子の藤原の不死とが自分の娘を天皇に嫁がせてその子を次の天皇にし、自分が天皇のおじいちゃんになる、というやり方で朝廷に大きな影響力を持つようになりました。っていうかこの聖武天皇が今ご説明した、藤原の不死との孫、なんですよ。こうやって自分の娘を天皇に嫁がせ続けることで、藤原氏は、天皇のおじいちゃん、の立場を保持できるわけです。こうやれば禅譲とかさせることなく実質的に朝廷を支配できます。これは日本的ではありますが、非常に効果的なやり方です。天皇を打倒するのではなく、天皇と同化することで実権を握ることができますからね。そしてさらに言えば、立花の諸江の奥さんも藤原の不死との娘です。こうやって朝廷内の有力者の家に自分の娘を送り込むことで、藤原家は朝廷を実質的に支配しつつあり、そして当時の藤原家は、不死との息子4人のいわゆる、藤原氏家、を筆頭に朝廷内の要職を独占していました。はっはっは、藤原氏は最強になった、負ける気がしねえ。とこの頃の藤原氏が考えていたかどうかは定かではありませんが、その矢先にこの氏家の家長全員が天然痘で一度に亡くなったわけです。天然痘恐ろしっす。
まあこれは日本史の授業でも習いますね。これで朝廷内のパワーバランスは一変。まあ主家の家長が一度に全員亡くなれば仕方ないでしょうが。そのためこの大災害を生き残った立花の諸江が要職に就くことができたわけですが、もちろんそれだけではなく本人も非常に有能でした。実際墾田永年私財法はこの時に発布されてますからね。聖武天皇は現在でも有名ですし、この天然痘やら大地震やらの災害続きの中、亡くなるまで天皇の地位を保持してますから決して無能ではないでしょう。ということで、なんか最近工作地不足してね。ほなら墾田永年私財したらええんちゃう。という感じに墾田永年私財法が制定されてます。いや絶対こういう感じではなかったでしょ。まあ先ほどもご説明した通り、この頃は自然災害が多発していて、そして聖武天皇はその原因がたたり的なものだと考えていたようなんですよね。それでそのたたりから逃れるために毎年のように遷都するなどいろいろと迷走はしていたようです。まあ昔のことですからね。病気にしても地震にしてもそれが起こる仕組みは科学的に解明されてません。たたりのせいだと思ったとしてもそれは仕方のないことでしょう。毎年のように戦闘を繰り返したのはそのせいですし、その他仏教に傾倒してたくさん寺院を建てたりもしています。これを信心深いというか迷信というかは微妙かもしれません。また大災害が続く中に戦闘したり大きなお寺建てたりするのも、少なくとも現在の価値観で言えば良くないことでしょうが、しかしそのおかげで現在の聖武天皇が有名であることと、そういった大きなプロジェクトを何個も実現させる実行力があったのは間違いないでしょう。という感じにこの二人による政権運営は割と安定的に継続します。そして墾田永年私財法制定から3年ほど経った746年、ある人物が朝廷の要職に就きます。これが今回動画シリーズの主役の一人である藤原の中室です。ちなみにこの人の出題頻度は A です。これテストに出るからな。後で天皇から恵美の推し活の名前をもらうので、そちらで覚えてる人もいるかもですが、この恵美の推し活も出題頻度 A になってますから一緒に覚えておきましょう。っていうかこの人は藤原氏なんですね。そう、彼は例の天然痘大流行で亡くなった藤原氏の一人、藤原の無知丸の息子です。藤原氏は疫病で主要人物が揃って病死し、その感激を縫う形で立花の諸江が政権を握ったわけですが、だが藤原氏は死滅していなかった。ってことですね。父親世代の意思を継いで朝廷内での地位を上げてきたというところでしょうか。まあその認識で問題ないでしょう。実際彼はここから短期間で暗い人心を極め、大きな権力を持つことになります。そしてこの人事に大きく関与していた人物が一人。それが聖武天皇の皇后である光明皇后です。この人は年配の方にかなり有名というか人気ありますね。うぷ主の祖母が尊敬する人として挙げてたぐらいですし。この人は仏教を深く信心していて、それにまつわる美談があるのよね。病人のための医療施設を建てた上で自分がそこで働いて、そこへ来たら病患者に献身的に看病したらそれは仏様だった、みたいな。まあこれはさすがに創作だと思うけど、信心深かったのは間違いないようで、有名な東大寺の設立を夫である聖武天皇に進言したという話があります。またその他に興福寺や法華寺、新薬師寺などの寺院の創建に関わったとあります。まあ仏教がこの後大いに普及したわけですし多少はね。まあそこにはあまり突っ込みませんが、それはともかく。実はこの光明皇后は藤原氏出身です。っていうか藤原の中丸の父親である無知丸の妹なんですよ。つまり光明皇后と藤原の中丸は叔母と甥の関係なわけですか。そして光明皇后が甥である藤原の中丸を引き上げたと。まあそういうことです。当時の朝廷内は強烈なコネ社会でしたからね。こんな感じで血縁関係が出世に直結していたわけです。その中で藤原氏が政権を独占していたのが天然痘の大流行で凋落。しかしこの天然痘大流行を生き延びた藤原氏の生き残りが復権しようとした、この人事はその講師となるものだったと言っていいでしょう。人類にとっては小さな一歩だったが、藤原氏にとっては大きな一歩だった。ということで藤原の中丸は746年に式部長に叙任されます。この式部長というのはあまり有名ではありませんが、ウィキによると、管理の選挙と効果を握る官職、で非常に重要な地位であるとされています。現在の会社とかで言えば人事部門の役員ぐらいでしょうかね。まあそんなところでしょう。もちろん太政大臣と比べるとかなりランクは落ちますが、しかしこういった、ランクは低いが権限は強い、みたいな役職に就かせてそこからキャリアを積ませる、というやり方は今でもよくありますし、おっし。そして藤原の中丸はこのままキャリアを積んでいくことになりますが、この3年後に政局が大きく動きます。ではここで一旦広告です。ということで、第一の異変が起こったのはこの3年後、749年に聖武天皇が亡くなります。ウィキによると享年56歳。まあ昔のことですから特別短命というわけではないでしょう。まあそれはいいんですが、なんか立花の諸江さんの顔色が悪いようですが。彼は聖武天皇の崩御と同時に事実上失脚します。随分と急な話ですね。一体何があったんですか。聖武天皇が病気で倒れた時に、飲み会で天皇に対して不敬な発言があったらしいですね。これをもって謀反であるという断言があったのが原因と言われてます。そしてこの後をついて即位したのが、今回の主役の二人である孝謙天皇です。この人を中心にこの後日本史ではいろいろな事件が起こることになるわけですが、それは順次説明するとして、まず、この孝謙天皇は女性です。
これゆっくりキャラで説明してるのでわかりにくいんですけどね。女帝というのはかなり珍しいんですが、これは聖武天皇に男性の子供がいなかったからですね。実際にはいたんですが、皆病死しており、そのためやむを得ずということだと思います。こういう場合、聖武天皇以外の血筋の人間を天皇にする手もあると思うんですが、それをやらなかったのはやはり聖武天皇の力が強かったからでしょうね。あと、彼女は藤原氏の血筋です。まあこれはそうでしょうね。聖武天皇と光明皇后の娘ですから、光明皇后の娘ということは藤原の父の孫ということになりますからね。そう。そして藤原の仲間のいとこということになるわけです。つまり、どういうことだってばよ。藤原氏復権の兆し。ああなるほど、天皇と皇太后がそれぞれ藤原の父の孫と娘なわけですからね。しかももう一人の孫である藤原の中室は朝廷内の要職にあり、さらに家臣団トップの立花の諸は失言で失脚。これで朝廷は我が藤原一族のものよ。という状況ですね。っていうかこの状況を考えると、立花の諸が失脚したのも藤原サイドの陰謀を疑いたくなりますが、それはともかく。後見天皇が即位すると藤原の中室は大納言に昇進、同時に市議中大の礼と中衛大将を兼任します。なおこの市議中大と中衛大将は軍権を持ってます。これ武士とかまだいない頃の話ですからね。朝廷がまだ軍隊を持っていてその軍権を手に入れたわけですから、これはものすごく大きな権限です。じゃあ中丸さん、中丸さん、御嶽源天皇と皇太后という強力な支援を背景に藤原の中丸は政権内での権限を強化。天皇という権威、国政の実権という両面で藤原氏による支配体制が確立され、この流れはこの後も継続します。そして次に大きな動きがあったのがこの8年後の757年、王位王が立体視される。この王位王が次の順任天皇になります。まあそれはいいんですけど、なんで中丸さんの後ろに配置されてるんですかね。中丸さんが後見人だからですね。っていうかこの王位王は中丸さんのお家に居候してます。さらに彼の奥さんは藤原の中丸が世話してます。そういうこともあって王位王は中丸さんのことを父と呼んでいたそうです。さすがです、お父様。これは完全に調教済みですね、間違いない。っていうか完全に手ごめにされてるじゃないですか。やだ、この人天武天皇の孫で皇位を継承できる血筋ではあったんですが、父親が小さい頃に亡くなったこともあって朝廷内の立場は決して高くありませんでした。それを中丸さんが手厚く保護した上で強引に推挙して皇太子にしてしまったわけです。継承権ゲットだぜ。いや、ポケモンみたいに言うなや。しかし藤原の中丸からすればまさにレアポケモンをゲットした気分でしょうね。基礎的な能力は低くて使えませんが、ものすごく有効な特殊能力を持ってるみたいな。特殊能力、特殊能力。ということで、藤原の中丸は次の天皇まで味方につけたわけです。着実に権力基盤を固めてますね。このあたり、人脈だけではなくて中丸さん自身の能力も相当なものだったんでしょう。まあ疫病で主要人物が亡くなったとはいえ、藤原氏の生き残りは彼だけではなかったはずですからね。その中で彼が藤原氏の出世頭に選ばれたのは、彼に相応の能力があったことが周りから認められていたからでしょう。こうして藤原氏一派は着々と朝廷内の支配を強めたわけですが、しかしこうやって権力を独占すると、当然それを面白く思わないものが現れます。ということでここで立ち上がったのが千年失脚した立花の諸への息子である立花の奈良麿です。彼は諸失脚後に立花氏筆頭になっていましたが、この藤原氏の急激な勢力拡大に強い危機感と不満を持っており、またこの年に父親の立花の諸が亡くなったこともあってか、藤原の中丸の排斥を決意しています。おい藤原、お前らだけで好き勝手やってんじゃねえぜ。それによくもうちの父親はめてくれたなあ。あれから8年、親父は鬱になってそのまま亡くなっちまったじゃねえか。許さねえ、私が成敗してやるぜと奈良麿が言ったかどうかは定かではありませんが、しかしこの動きは計画段階でバレます。そして奈良麿をはじめ計画に関与していた者は全員逮捕されました。これが立花の奈良麿の乱です。なお、立花の中丸の出題頻度は A。 この乱は武装蜂起前に露見して不発だったためか、立花の奈良麿の変と言われることもありますね。まあどちらにせよ、これで反藤原勢力の多くが逮捕されたわけで、皮肉なことにこれによってさらに藤原氏の力が強まることになります。まあ反対勢力を粛清する意向実になりますからね。実は立花の奈良麿は藤原氏ではありませんか。しかし血縁的には光明皇后の甥っ子で後見天皇のいとこなんですよね。彼の父親が光明皇后の育系なので、なので後見天皇の意向で死罪は免れたんですが、しかし藤原の中丸はこれを許さず、逮捕した彼らを拷問してそのまま殺してしまいます。ひえ。まあ中丸とは血縁関係ありませんからね、しょうがないね。天皇はいいけど、中丸が許さねえってよ。じゃあ、ということで、王位王の立体視の直後に立花の奈良麿の乱が起こっていますが、この結果、藤原氏というか藤原の中丸の権力はさらに強化されることになりました。なお、立花の奈良麿をはじめとした首謀者の多くは、獄中では、登場、という棒状の拷問用器具で殴られてそのまま死亡したそうです。何それすげえ怖い。ということで、この陰謀で政敵を葬った藤原の中丸の快進撃はまだ続きます。ではまたここで広告です。
次なる動きは翌年の758年。ここで前年に立体視された王陽が即位して順仁天皇になりました。これに伴い、後見天皇は退位して上皇になりましたが、この後の事件などを見ると政権運営の実権は引き続き彼女や仲間ろと光明皇太后が持っており、順仁天皇に大きな権限が与えられていた様子はないようです。まあ彼らからすれば完全な傀儡ですからね。順仁天皇は、しかしそれなら後見天皇がこんなに早く上位する必要はなかったと思うんですが、この辺はやはり女性が天皇をやってるのが不自然で、その状態を早く解消したかったとかでしょうかね。今のご時世にこういうとフェミ三大激怒案件になるかもですが、何しろ昔のことですからね。このあたりについてはいろいろ調べてみましたがよくわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃったらコメントで教えてください。まあそのあたりはともかく、この年にはもう一つ大きな出来事がありました。これも出題頻度 A になってますのでご存知の方は多いでしょう。この年、藤原の仲間ろが順仁天皇から、恵美の推し活の名前を賜ります。これ中学校で習った覚えあるんですけど、何なんですかねこのへんてこな名前は。まあなんというか、今の感覚だといまいちかっこよくはないんですけど、これは中国風のミドルネームみたいなものですね。エミの由来は諸説あるみたいですが、美しさに恵まれる、ですし、推し活は、オスに、勝つ、ですからね。まあ現在風に言えば、ミラクルビューティフルストロングビクトリー、みたいなもんでしょうかね。ミラクルビューティフルストロングビクトリー、藤原。弱そう。っていうか頭悪そうですね。美しい魔導家鈴木、ですか。私のことを人に喋るとき、名前の前に美しいという言葉をつけるのを忘れるな。みたいな。まあこれは順仁天皇というか、後見上皇の趣味っぽいんですよね。実は、後見上皇は人に変な名前をつける趣味というか癖があって、この後も似たようなことを何度か繰り返します。あいますね、そういえば、他人に変なあだ名つけるの好きな人。ここのうつ主もよくやりますけど。まあ彼女の場合はあだ名というか、呪詛的な意味合いがあったとも言われてます。言葉には超自然的な効力があるので、おめでたい名前をつけていればなんかいいことあるみたいな。まあそれはともかく、この時の藤原の仲間ろはまさに絶頂期にあったと言えるでしょう。まあなんせ、恵美の推し活、ですからね。この先どんな試練があっても、ミラクルビューティフルに押し勝てるはずです。もう何も怖くない。ほら本人もそう言ってますよ。いや絶対そんなことは言ってなかったと思いますが。しかしここで一つ彼の思い通りにならないことがありました。これはうつ主もこの動画作るまで知らなかったんですが、実はこの頃に藤原の仲間ろが朝鮮半島への派兵を計画していたそうで、しかもこの計画は順仁天皇が許可するところまで進んでいたそうです。これ本当に実行していたら相当な大事になってたでしょうね。俺この戦争終わったら結婚するんだ。いやそれはマジであかんやつやから。みたいな会話があったかどうかは定かではありませんが、とにかく後見上皇の強い意向でこの件は中止になったそうです。この藤原の仲間ろという人物、かなりの野心家な上に中国のことが大好きで、日本の役職名を中国風に変更するなど、西洋かぶれならぬ、中国かぶれ、的な人だったそうです。現在でもいますねー。かっこいいと思ってやたら横文字並べる人。っていうかそれでさっきから中日っぽい発言されてたんですか。横文字連発と中二発言のコンボはありがちなパターン。それで周りからはちょっと痛い人と思われていたのかもしれませんね。そんな彼が突然大陸進出とか言い出したわけですから、これは当然反対されます。まあこれはやめておいて正解でしたね。後見上皇こう判断でした。ほんとそれ。まあとはいえ、今回に関してはちょっと発するしすぎちゃったってことで、それに上司がストップして実害はありませんでしたから、もう一度私にチャンスをくれ、次こそは必ず奴らを倒す。いやだからもうそれぐらいでやめときなさいっていろいろと。というようなことはありましたが、しかしこの後も特に問題なく政権は運営され、そして2年後の760年、藤原の仲間ろは太政大臣に任ぜられます。ここへ来て名実ともに暗い人心を極めたわけですね。これで皇室の権威を味方につけているわけですからもう怖いものはないでしょう。一見すると確かにそうですが、しかし実は彼の人生はここが頂点でした。おごれるもの久しからず、おじでいくような彼の破滅がここから始まります。そしてまずその第一歩は同じ年のうちに訪れました。まずこの年のうちに彼の後ろ盾の一つであった光明皇太后が亡くなります。またさらに、後見上皇もこの頃から体調を崩すことが多くなり、医師から継続的に治療を受けることになります。この病気が治ったら、遊園地に行きたいな。後ろ盾の二人のうち一人が亡くなってもう一人が病気がちになったんですか。これはなかなかに厳しい状況ですね。特に、藤原氏は先代が伝染病で亡くなったことで大きく衰退したわけですからね。実際仲間ろさんのお父さんもそれで亡くなってるわけですし、これで後見上皇まで亡くなるようなことがあれば、彼は後ろ盾を全て失うことになります。まあそうですね。しかしこの時は医師の献身的な治療の結果、後見上皇の病気は回復します。ああそうですか。それは良かったですね。しかし、これが仲間ろにとっては破滅の第二歩になりました。どういうことだってばよ。ということで皆さんお待たせしました。例によって前振りだけで20分近くかかりましたが、ここで今回動画の主役の登場です。まあこれはご存知の方も多いでしょうね。この時に後見上皇を献身的に看病したのが、今回動画の冒頭に、日本三大悪人の一人としてご紹介した道教です。
結論から言えば、彼の存在が藤原の仲間らを破滅に導くことになります。端的に言えば、後見上皇がこの同郷を寵愛して藤原の仲間らは疎んじられるようになります。ベタな寝取られ展開になるわけですね、わかります。この同郷、および彼と後見上皇の関係についてはこれからご説明するようにいろいろと言われており、うぷ主的には誇張または捏造されているのではないかと思えるものもあるのですが、しかし少なくともここで同郷が後見上皇を看病したこと、そしてそれによって後見上皇の病気が回復し、さらにそれがきっかけで同郷が後見上皇に強要されるようになったのは間違いないようです。つまり、ここで濃厚な A 株が展開されてしまったと。一般にはそう思われているようですね。ちなみに後見上皇は独身で、同郷も名前からわかる通り僧侶ですから独身です。そもそも後見上皇に子供がいないから順任天皇みたいに遠い親戚が天皇になってるわけですよし。まあ女帝というのは色々あって結婚できないことになってるので、子供がいないのはそのせいだしこれからもできないんですけどね。そして聖武天皇の男子は全員亡くなってるので、後見上皇の後継者が遠い親戚になるのは確定なんですが。これは色々と辛い状況でしょうね。後見上皇もすでにアラフォーですし。そしてそこへ持ってきてこれも独身男性の同郷が看病に来てくれたわけです。独身同士、密室、医療行為。何も起きないはずがなく。と周りの人間が思いたくなるのは自然でしょうね。またこれが光明皇后が亡くなったのと同時期というのもいくありません。人間、精神的に落ち込んでいるところを優しくされるとその相手に好意を持ちやすいものです。ということでここから後見上皇が同郷を強要するようになります。いやなんですかこの演出は。いやもしかすると YouTube 的にいけないものが映り込む可能性がありますので。いやでもそういった類の話は大体民間伝承的なものがほとんどで、信頼のおける一時資料には記載がないって Wiki に書いてあったでしょ。まあそうなんだけどね。しかし状況的に考えて、そういうことがあった可能性はあると、ここのうぷ主も考えています。あくまでも状況証拠でしかありませんが、しかしこの後の経過を見ると通常では考えられないことが起こっているんですよ。まあこれも詳しくは順を追ってご説明します。ということで襖が開いたみたいですが、一体中で何が行われていたんですか？医療行為です。あ、はい。っていうかなんか襖閉まってる間に2年ほど時間が進んだみたいですけど。それになんか右下の出来事も更新されてますね。っていうかここで中丸さんと後見上皇が不安になってるんですか？しかも上皇が出家とか穏やかではありませんが、一体何があったんですか？それがよくわかりません。ただ、どうもこの頃に順任天皇から後見上皇に対し、同郷を強要しすぎないようにする旨の忠告があったようなんですね。まあこれは中丸が順任天皇に言わせたんでしょう。あのいい年してホストに貢ぐみたいなことするのやめてもらえませんか？みっともない。そもそもアラフォーの寝取られ展開とか誰得なんですか？そんなの需要ありませんよ。今すぐやめてください。でお父様が言ってました。はあ、お前天皇の分際で何言ってんの。今時そんなベタなエロ同人みたいな展開なんかあるわけないだろ。私と同郷はあれだから。そういうあれじゃないから、もういいよ。そんなに疑うんなら出家するから。出家すればそういうのできないでしょ。あ、出家しますよ。出家すればいいんでしょ。きー、悔しい。お前らみたいなやつと一緒にいられるか。もう私は一人でやらせてもらう。みたいな感じに上皇は怒って政治の実権を天皇から取り上げてしまったようなんですね。いや絶対そんな感じではなかったでしょ。しかし上皇とはいえ、現役の天皇がいるのにその天皇の実権剥奪したりできるもんなんですかね。このあたりは微妙です。本来は天皇がこの国の最高権力者であるはずなんですが、しかし、先代の天皇にもそれ相応の権威はあるわけで、その権威を持って影響力を発揮することは十二分にできるわけです。特に、日本のように権威に基づく統治を行っている場合は、天皇と上皇のパワーバランスは微妙なものになることが多くなります。いわゆる、院政というやつですね。まあこれは現在の組織でも似たようなことは珍しくありませんからね。まあそのあたりはともかく、この際は喧嘩にも似た騒動が、後見上皇と藤原の仲間らの関係を決定的に悪化させました。っていうかこれ相当めんどくさくなるやつですね。こういう人間関係、特に男女関係が原因のトラブルは本当に厄介です。利益ではなく感情に基づいた争いになりますからね。それと別に順任天皇の肩を持つわけではありませんが、独身の女性管理職が特定の男性社員と急に親密になったら誰でも怪しむでしょう。なんかあの二人いつも一緒に出張行ってるよねみたいな。そしてそれを天皇から指摘されるってことはほぼ公然の事実になってたってことでしょうし、上皇も責任ある立場にいるわけですから、そこは変な疑いも垂れないようにしないと。まあこのあたりがいろいろと後世の人間の憶測を呼ぶわけです。そして事実はどうあれ、そういった憶測を見やすい状況が継続されていたのは間違いありません。またこの後に起こったことと合わせて考えた場合、後見上皇が同郷に対して個人的かつ強い好意を持っていたのも間違いないでしょう。まあそれは少し先の話として、止まれ。この時点で後見上皇と藤原の仲間らの関係は確実に悪化していました。そしてこの翌年に決定的な事案が発生します。ということで明けて763年、ここで同郷が正倉寺に任命されます。
焦燥図ってあんまり聞いたことない感触ですね。これ以来ですか？まあ有名な大僧正とかと比べるとかなり下ですが、しかしそれなりに高位であることは間違いありません。道教も上皇の治療を任されるぐらいですから、もともとそれなりに高い地位にいたはずですし、これがどの程度の抜擢人事なのかはわかりませんが、しかしこのことはいろいろな資料に載っていたのでそれなりに重要なことなんでしょう。そしてこの頃には後見上皇と藤原の仲間の対立は決定的なものになっていたようです。おい藤原、誰が藤原やねん。っていうかお前も藤原やろ。もともといい年こいて色ぼけしとったらあかんぞこの DDA が。なんやとみたいな話は多分してないと思いますが。いや絶対してないでしょ。ここ壁手両者の関係は決定的に悪化。そしてこれが翌764年に最悪の結果を招くことになります。ということで翌年の764年、藤原の中丸の乱、これはやってしまいましたな。まあこれも皮肉というかなんというか、大規模な反乱になる前に鎮圧されてしまうんですけどね。上皇方との対立関係に危機感を覚えた藤原の仲間が、自分の権限、特に軍権を拡大しようとしたんですが、そのあたりの行動を謀反と認定されて上皇から全軍権を剥奪されます。これに焦った仲間は平城京を脱走したんですが、そのまま逮捕されて斬首されました。畜生。随分とあっけない最後でしたね。太政大臣に任命されてからたったの4年ですか。やっぱり溺れる者は久しからずなんやなって。しかしこの時順任天皇は何やってたんですか。中丸さんには天皇がついていたはずなのに、なんで軍権取り上げられちゃうんですかね。上皇の権力の方が強い。違う言い方をすれば、天皇よりも上皇の言うことを聞く人間の方が多かったからでしょう。それか、この頃には藤原の中丸の凋落ぶりが激しかったために、順任天皇は彼と関係することを避けていたという説もあるようです。実際中丸が逃げた時に順任天皇は平城京に残ってます。まあどちらにせよ、この人は乱の直後に廃位されて淡路に流されるんですけどね。ということで上皇方の完全勝利です。汚ねえ花火だったぜ。皮肉というかなんというか、藤原の中丸は彼自身がかつて葬った立花の奈良丸と似たような最後を遂げたわけです。なおこの時、中丸の一族は上皇方によって皆殺しにされたそうです。え、後見上皇と藤原の中丸っていとこ同士ですよね。ってことは後見上皇はいとこの一族、つまり自分の親戚を皆殺しにしちゃったってことですか。そうなりますね。ひえ、まあこの辺は可愛さ余って憎さ100倍ってことでしょうかね。立花の奈良丸の時は本人含めて命は助けようとしたことと比較すると対照的です。まあそれはそうとして、それで天皇廃位してその後誰を天皇にするんですか。またその辺の野良皇族ゲットして傀儡にするんですか。まあ普通ならそうするところでしょうが、しかしここで後見上皇はまさかのウルトラシーを行います。まあこれも有名な話だし中学校とかでも習うのでご存知の方は多いと思いますが、せっかくですのでここで皆さん考えてみましょう。自分が後見上皇の立場なら誰を次の天皇にするか。ここで一つヒントを出しておくと、先ほどメイリンが言った野良皇族に天皇やらせて自分がそれを操るはありませんでした。彼女はここでそれ以外の選択をしています。ここで後見上皇が採用した驚きの選択とは。ではここで広告です。ということでここで後見上皇が誰を次期天皇に指名したのか、その答えは自分自身でした。答えはいつも自分自身の中に。いやそういうことじゃねえよ。え、じゃあ本当にここで自分自身が天皇になったんですか。そういうことです。ということで、ここに後見上皇改め聖徳天皇が爆誕しました。なお元天皇が再び天皇にカムバックすることを上祖と言います。しかしこれはまた思い切ったことというか、なんでこんなことしたんでしょうね。これはうぷ主が調べた限り定説がないようですが、まあ順任天皇で失敗した経験があったからではないかと。ああなるほど、野良貴族ゲットして傀儡に仕立て上げても別トレーナーに懐いてしまっていうこと聞かなくなるかもしれないからですね。ポケモンみたいに言うなや。まあポケモンの例えはともかく、うぷ主的にはそういうことではないかと。聖徳天皇には子供がいませんし、遠い親戚に上位するぐらいなら自分でカムバックした方がいいと思ったのではないかと。このあたりは詳しい方いらっしゃったらコメントで教えてください。ということで藤原の中丸の乱の処理も無事終わり、この後聖徳天皇が何をしたかというお話ですが、この翌年の756年に、なんと道教をいきなり太政大臣前置にしています。ちなみに太政大臣前置の、前置というのは皇位の僧侶に付与する尊称です。両方、道教、聖徳天皇の信任を受けてわずか5年で太政大臣に出世する。しかしこれは随分と急な出世ですね。道教が天皇の看病するようになったのが760年頃ですから、それからたったの5年ですか。まあこれはさすがに早すぎというかやりすぎというか、道教もそれなりの人物であったことは間違いないでしょうが、それにしてもこれはやりすぎではないかと、ここのうぷ主も考えます。名門藤原家筆頭格だった中丸でさえ、式部長になってから太政大臣になるまで4年かかっています。もちろん式部長になるまで長い下積みもあったことでしょう。それが名門の出でもなく、政治を本職としていたわけでもない僧侶がたったの5年でというのは、これは天皇の個人的な行為による判断であると言われても仕方ないのではないかと。まあ道教がものすごい政治を行ったとかそういう話もありませんからね。そういえばこの年、墾田の私有が禁止されてます。ああそうなんですか。
しかしなぜ、根伝がブームになりすぎたためであると、ウィキには記載されてますね。根伝が永年に資材できるということは、開墾された分だけ国有地が減るわけですし、実際それでこの後国中荘園だらけになって律令制が崩壊しますし、それを考えればまあ妥当な判断ではなかったのかと。東京もいい政治をしていたってことですか。そういう判断も可能です。ただしこの根伝禁止には特例があって、寺社に関しては継続して開墾が認められていました。わあ、これは良い政治だな。しかもこの東京への特別待遇はこれで終わりではありません。翌766年には東京に、法王の称号が与えられています。法王、後白河法王の法王ですか。これややこしいんですが、法王は出家した上皇のことで、一方の法王は具体的にどういう人なのかはよくわかりません。とはいえ太政大臣になった後に授けられた称号ですから、まあそれはありがたいものであったと思います。まあこの法王の意味についてはともかく、この一件を見ても聖徳天皇の道教に対する信頼というか行為がよくわかるでしょう。なんかホストに貢ぎ続ける女さんみたいになってますけど大丈夫ですか。太政大臣という最高位をあげちゃったもんで、もうこの後あげるものがなくなったから、法王っていう新しい称号を作ってそれをあげましたみたいな。別に法王なんて称号なくても政治はできるでしょうに。厚い信頼の表れです。あ、はい。という天皇の厚すぎる信頼のもと、聖徳天皇と道教法王の協業体制は続くと思われましたが、しかしこの体制は極めて意外な形で終焉を迎えることになります。ということでこれから3年後、運命の769年、宇佐八幡宮信託事件が起こる。動画も30分にしてタイトル回収。今回動画は1回で終わらせますので、ということでこの事件についてですが、まずこの年の5月に同郷の弟である湯の清人からこのような報告がありました。た大変うさ大変うさ、私の縄張りの神社にご神託が下ったうさ。なおこの湯の清人は大納言と九州の太宰府の長官である太宰の措置を兼任していました。この役職は雑に言うと九州方面の軍事外交担当者ですが、その縄張りにある宇佐八幡宮にありがたくもご神託、つまり神様のお告げがあったというお話です。なお、ウィキによると宇佐八幡宮は古代において伊勢神宮と共に二所僧廟として扱われていた模様。そのものすごくありがたい神社に託されたお告げですから、大変ありがたいものなわけです。それで気になるそのご神託の内容ですが、聞いて驚くうさ、なんと、道教を公園に着かせたならば天下は太平である、っていう内容うさ。なんだって。ということで、ご神託の内容は非常に驚くべきものでした。まあ昔のことですからね、今だったら、いやそんなわけあるか、で済む話ですが。しかし当時は迷信が支配する古代の話、しかも宇佐八幡宮レベルの神社への神託とあれば、それを無視することはできないんでしょうね。まあまさかどの乱の時とかも巫女の神がかりで神王を名乗ったとかあるしたしょうはね。っていうかそもそも神託って何なんですか。まあこれはいろいろな解釈がありますが、日本の場合はいわゆる神がかりになった人間、大体は神社に勤める巫女とかがその状態になって、その人間の口から神様の言葉が発せられるというものみたいですね。なのでこの場合は宇佐八幡宮の巫女が突然神がかりになり、その言葉を宮司が聞いて、その報告を湯の清人が聞いて天皇に伝えたということになります。昔の神様ってのは随分と空気を読んでくれるものなんですね。っていうかこの話を持ってきたのが同郷の弟とか、いくらなんでも話ができすぎじゃないですかね。っていうかこの話を聖徳天皇と同郷はどう判断したんですか。二人ともノリノリだったようですね。そうですか。っていうかこれ普通に考えたらベタな自作自演なんじゃないんですか。先ほども言いかけましたが、いくらなんでも同郷の弟がこんな話を持ってくるとかできすぎだし、それにこういう時は同郷だって辞退するもんじゃないんですか。三脱者ってことで評判悪い宗師だって漢の皇帝から禅譲持ちかけられた時は辞退してるんですよ。もちろん辞退と言っても形式だけのことで結局は受けてますけど、今回に関してはそういうことはなかったようですね。どう見てもやる気満々です。本当にありがとうございます。ただし、さすがにいきなりこの話を受けるのはまずいと思ったのか、聖徳天皇はこのご神託の内容を確認しようとしています。まあ現段階では単なる噂話レベルの情報ですからね。いくらご神託とはいえ、それを朝廷の人間が直接聞いたわけじゃないし、この段階で皇位の継承っていう国家の重大事を決めるわけにはいかなかったことでしょう。まして道教は皇位を譲られるほどものすごい功績を残しているわけでもない。三国志でも劉備とか孫権とかが皇帝になる際に、随朝と言って超自然的な現象が観測されて、それを理由の一つにはしていますが、それはあくまでも建前上のことであって、劉備も孫権も相応の実績がありましたし、人望もありました。大切なのは皇帝を名乗るに足りる実績や人望であって、随朝なんてのはおまけでしかないんですが。確かに、これだけだとあまりにも根拠として弱いですね。そもそもことの真偽さえ怪しい話ですし。なので天皇はここで朝廷の人間を公式に派遣し、その人間に直接ご神託を確認させようとしました。いや、ご神託を確認って具体的にどう確認するんですかね。この頃の神託って巫女とかが突然神がかりになって、その神がかり状態になった人が口頭で神様の言葉を述べるっていういわば奇跡でしょ。それが朝廷の人間が神社にいるタイミングで都合よく起こるもんなんですかね。メイリン、なんですか急に改まって。奇跡ってのは起こしてこそ初めて価値が出るものよ。あ、はい。っていうか、なるほど、そういうことですか。
石が起きないなら自分で起こせばいい。あとはわかるな。ということで、ここで聖徳天皇は側近の明野広虫にその確認を命じます。この人は敬虔な女性仏教徒で、聖徳天皇の側近的な立場にいたっぽいですね。ウィキによると藤原の仲間の乱の際に、後見上皇をいさめて死刑になりそうだった人を多数助けたとあります。また孤児を引き取って養育するなど、非常に慈悲深い人物だったようです。何にせよ、ここでこの大役を任されるぐらいですから、天皇の信頼が非常に厚かったのは間違いないでしょう。そうだよ。今回のお役目はミラクルビューティフルに重要なんやから、ちゃんと神様のお話聞いてくるんやで。あとはわかるな。強く当たってあとは流れでお願いするんさよ。という話があったかどうかはわかりませんが、しかし広虫はあまり体が丈夫でないため、弟を代わりに派遣することになりました。そして彼がこの事件で決定的役割を果たすことになる明野清麻呂です。なんか白目向いてますけど大丈夫ですか？まあそれはそうでしょう。彼の行動一つで次の天皇が決まる。っていうかこれは天皇という存在そのもののあり方を確実かつ大きく変えます。彼が、ご神託は本物でした。って報告すれば、それで天皇の血を引かない人間が天皇になってしまうんです。これはそれまで何百年も続いたこの国の伝統を大きく変える判断です。まあでもそれはあれでしょ。彼が判断することではなくてご神託によって決まるもんですし。神様の言われた通りに報告すればいいのでは。そんなもんあるわけないやろ。いやそれ言っちゃったらこの話終わるでしょ。いえ終わりません。むしろ始まりです。まあこれは確かに身も蓋もない話ではありますが、この時に本当に神託があったって信じてた人どれぐらいいたんですかね。確かにこれは昔の話です。病気とか自然災害がたたりのせいだと本気で信じられていたし、実際聖武天皇はそのために何度も遷都してるし大きなお寺もいっぱい建ててます。地球が丸かったり太陽の周りを回ってるっていう、今なら幼稚園児でも知ってるような知識すらなかった時代のことではあります。しかしここでこんなわかりやすく同郷に都合のいい話が、それも彼の弟から出てきて、それに自演の可能性を感じないというのはあまりにも白が足りないのではないでしょうか。また仮にここまでが全部事実だとして、清麻呂さんが宇佐八幡宮にいる間に都合よくまた同じ神託があると考えるものでしょうか。相手は神様ですよ。そんな取引先と打ち合わせするみたいに時間決められるようなものでもないでしょう。次の神託があるのはいつか、もしかすると清麻呂が宇佐八幡宮に到着する前かもしれないし、逆に1年とか2年後かもしれないし、さらに言えばもう二度とないかもしれない。そして朝廷の使者を正式に派遣しているということは、逆に言えばその使者がご神託を確認するまでは同郷を天皇にすることはできないということです。この確認作業のせいで同郷が天皇になれなくなる可能性があるんですよ。つまり、どういうことだってばよ。そんな偶然に頼るようなことをここで天皇や同郷がやるはずないということです。ああなるほど。つまりこのご神託はすぐに確認できることが確定していた。奇跡ってのは、起こしてこそ初めて価値が出るものよ。ってことですね、要するに。大事なことなので2回言いました。当然ですが、この時に使者になったわけの清麻呂には多くの特典が与えられてます。ウィキによれば同郷から大臣にしてもらえるとか、清麻呂の家族や知人などに様々な官位が与えられたともあります。なんで神様の言葉を聞いてくるだけの人にそんな特典が与えられてるんですかね。また逆に、同郷の師匠からは、師匠として申し訳ないので、同郷が天皇になったら出奔する、などとも言われてます。当然ですが、この時には、同郷を天皇にしたい人、逆に、同郷を天皇にしたくない人、がいたわけで、その人たちが、神託、みたいなよくわからないもの、違う言い方をすれば、自分で介入できない要素、にこの件の成否を委ねたものでしょうか。そんな奴おらんやろ。おそうだな。まあ常識的に考えて、これは天皇方が仕組んだ事縁でしょう。東京大好きな聖徳天皇が、太政大臣に法王といろいろなものを貢いだ結果、これ以上貢げるものがなくなって最後に天皇というこの世で最も価値あるものを貢ごうとした。まあこの言い方がいやらしいというのであれば、東京という人物の能力と人格を高く評価した聖徳天皇が、彼を天皇にすれば日本が良くなりそこに住まう人民が幸せになれると考えた。そして彼を天皇にする根拠として神託の名前を借りた、ということではないかと。個人の感想です。しかし実際、最初にお見せした日本史用語集の通り、この時の事件は同郷または聖徳天皇が人為的に起こしたものである、と説明されることがほとんどです。まあもしかすると本当に神様がいてそれがご神託を与えたのかもしれませんが、ここではそういうことはなかったという前提で話を進めます。そういうことですので、この時の明野清麻呂には様々な人が怪獣買収脅迫陳情を行ったことでしょう。まあぶっちゃけ彼の報告次第でこの先の展開が全て決まりますからね。しかもその報告は超自然的なものであって再現も反論も不可能です。つまり清麻呂の考え次第で捏造も虚偽報告もし放題というわけです。同郷を天皇にしたい人、したくない人、彼らが指を加えてただ成り行きを見守っていた。なんてことはありえないでしょう。合意というものはこの国で最も価値のある地位であり利権であり、実際それをめぐって何度も戦争が起こってるんです。
賛成派、反対派両方から強烈な圧力があったはずです。そして当然ですが、この時彼を選んだ聖徳天皇からは特に色々言われたでしょう。まあ直接的に命令されたかどうかはわかりませんが、少なくとも空気を読むことは期待されていたというか、そもそも天皇の意向通りに動くことが期待されていることは状況的に明らかだったことでしょうね。っていうかこれ自分だったら絶対にやりたくないですね。馬鹿正直に神託なんて待ってたら絶対に成功しませんし、だからといって空気読んでご神託をでっち上げれば神様に背くことになるし、それに何より自分の判断でここまで続いた日本の伝統を破壊することになります。姉のヒロムシが断ったのはこういった精神的なストレスに耐えられないと判断してのことだったかもしれませんね。ということで様々な人間の思惑を一身に抱える形で、わけの清麿は宇佐八幡宮に旅立ちます。まあこういう仕事って今でもありますよね。いわゆる忖度が必要とされるやつ。ほんまクソな仕事やで。宇佐八幡宮があるのは現在の大分県奈良県にある平城京からは徒歩なら片道3週間程度、往復で2ヶ月かかるかどうかぐらいですが、先ほどもご説明した通り、到着してすぐに信託があるとは限りません。彼が信託を確認するのに時間がかかれば結果報告は2年後でも10年後にもなり得ます。果たして彼はいつ帰ってくるのか。宇佐八幡宮信託事件に関する一考察、まだまだ続きます。ということで平城京から宇佐八幡宮へ旅立ったわけの清麿でしたが、ただいま戻りましたという感じに割と早く帰ってきたみたいですね。ウィキによると出発したのがこの年の5月、そして10月にはこの事件の処理に関する御事のりが出てますので、まあすぐ帰ってきたみたいですね。そして当然ですが、彼が帰ってきたということはもちろん信託の内容を確認してきたということです。神様待っててくれたんですね。随分とサービス精神旺盛なことで、それで気になるその内容ですが、まあ当然気になりますよね。これについてはウィキに原文が載っていますので、清麿さんご本人に読み上げてもらいましょう。岡の下では恐れ多くもご信託を申し上げます。我が国は戒略この方君臣のこと定まれり、臣をもて君とする、未だこれあらず、天津棺は必ず交渉を立てよ。無道の人はよろしく早く掃除すべし。まあ意味については訳すまでもないかもですが、我が国は戒略以来天皇と家臣の関係は決まっている。家臣が天皇になるということは今まで例がない。次の天皇は必ず皇族に継承させなさい。そして立場をわきまえない無法者は即刻追放せよ。という意味になりますね。ここでまさかの火の玉ストレート。っていうか無道の人って一体誰のことなんでしょうね。なんか即刻追放しろって言われてますが、まあでも神様のお言葉だからね、しょうがないね。っていうか天皇めちゃ怒ってるみたいですけど大丈夫ですかこれ。結果から言えば全然大丈夫ではありませんでした。はぁー、お前何やってんの、なんでそんな信託もらってくんの、アホなの、死ぬの、お前人がこの国のために涙を飲んで恋を譲ろうってのになんでそんなことすんの、あーもうめちゃくちゃだよ、どうすんだよこれ、お前のせいで全部台無しじゃねえか、おいこら清麿ふざけんな。っていうかお前なんで清麿なんてかっこいい名前つけてんだよ。お前みたいな奴は今日から清麿じゃなくて北名麿だ。わけの清麿じゃなくてわけべの北名麿だぁ。畜生。という感じかどうかはわかりませんが、この報告を聞いて聖徳天皇は大いに怒り、わけの清麿を、わけべの北名麿に改名させて大隅国に配慮してしまいました。またこの時、清麿の姉のヒロムシも、わけべのヒロムシめ、または、わけべのセマムシ、と改名させられてます。なんでや、ヒロムシ関係ないもんか。ひどいことしますね。っていうか気に入らない相手に変な名前つけてバカにするって小学生ですか。それにそもそも清麿さんは神様のお言葉を聞いて帰っただけでしょ。別に清麿さんが判断したわけじゃないのになんで清麿さんを処罰するんですか。いやそんな神様とかおるわけないやろ。それはそうですね。なのでここで天皇が清麿さんを処罰したのは、彼が天皇の命令に背いたからと考えるのが自然ですよね。つまり天皇に命令された通りの報告をここでしなかったからです。この前の信託は本物ですとか、東京を天皇にしなさいって報告するよう命令してたんでしょうね。本当に神様のお告げに従うつもりがあったのなら、ここで彼を処罰するはずはありません。っていうかそれやったら明らかに神への冒涜になります。ちなみにこの時のご神託ですが、こんな感じにイラスト付きで構成に伝えられています。宇佐八幡宮に到着した清麿はまず天皇から預かった宣命を読み上げたそうです。ということはおそらく天皇の宣命を巫女に聞かせることで巫女に神託が下されたというブックだったわけですね。プロレスみたいに言うなや。しかしまあそれで神様召喚してそこで道教を天皇にしなさいという神託が降りるという演出だったんでしょう。テレビ局みたいに言うなや。しかしその時に巫女の一人に神託があり、宣命を聞くことを拒んだそうです。そんな話を神である私に聞かせるんじゃないってことですかね。しかしそう言われても天皇の命令ですからちゃんと聞いてもらわないと困るわけで、清麿は改めて巫女に宣命を聞かせようとしましたが、すると今度は身の丈三丈、およそ9メートルの大神が現れて先ほどの神託を授けられたそうです。信じるか信じないかはあなた次第。
ということで、わけの清麿による禁断のブック破りの結果、同郷の皇位継承はご破産になりました。まあ神様にここまで言われたらどうしようもないでしょうね。この計画はもともと神様の権威を利用するためのものでしたからね。その神様に直接、ダメ、って言われたわけですから、これ以上のカウンターはありません。グーの根も出ないというのはまさにこのことでしょう。しかしこの後どうなったんですか。例のご神託には、無道の人を追放せよ、ってありましたよね。これどう考えても同郷とその一派だと思うんですが、彼らは追放されたんでしょうか。結論から言うと追放はされました。ただし、この辺りはいろいろありますので、最後にこの後の話についてご説明します。宇佐八幡宮神託事件、その結末とは。ということで、この後の経過についてですが、まずこの年の10月に一つの御事乗りが発せられました。ウィキによると、皇族や諸臣らに対して聖武天皇の言葉を引用して、乱れに皇位を求めてはならないこと。実皇位継承者は聖武天皇の意向によって聖徳天皇自らが決めることを改めて表明したとあります。東京完全敗北ですね、これは。そしてその後の聖徳天皇は平城京を離れ、湯気宮という現在の八尾市にある離宮に行幸。都にはいづらくなったんですかね。そして翌年770年にそこで亡くなります。あなたとの約束、守れなかった。これはまた随分と急な話ですね。まあもともと病気で、それを同郷に看護してもらってたわけですし、この同郷事件の失敗による精神的ストレスも相当なものだったことでしょう。年齢的にも53歳ですから、当時としては特に短命というわけでもありません。君子みたいなものですかね。まあ一般にそう言われることはないようですが、しかしそう言われてもおかしくないような最後でした。なお、この時に同郷が聖徳天皇の看病を行うことはありませんでした。この時看病のために天皇に近づけたのは女官の吉備の百合だけだったそうです。なんかもう、いろいろと疲れちゃったんですかね。そして、無道の人、と言われた同郷兄弟ですが、彼らは聖徳天皇が亡くなった直後に失脚し、同郷は下野の薬師寺別当に命ぜられて下校、弟の湯気の清人は土佐に流罪となり、両人ともに都に戻ることは二度とありませんでした。そして誰もいなくなった。っていうか、彼らは聖徳天皇がいなくなったら速攻で失脚したんですね。まあ神様直々に、追放せよ、って言われてますし、天皇が亡くなったら味方は誰もいないでしょう。そして聖徳天皇の後、皇位は天智天皇の孫である光仁天皇に引き継がれることになります。なお、この光仁天皇ですが、即位した時点でなんと御年62歳、これは即位した年齢として歴代トップだそうです。これ候補者選ぶの大変だったんでしょうね。何しろこんな事件の後だったわけですし。でしょうね。しかしこの光仁天皇はこの後10年以上天皇として政務に励み、天寿を全うしています。そしてその次の天皇は光仁天皇の子の桓武天皇に継承され、彼によって京都に都が移され、以降1000年以上にわたってそこが日本の首都となります。なお、わけべの北名麿に改名させられて大隅に流されていたわけの清麿ですが、彼はこの年の9月、聖徳天皇が亡くなった次の月に呼び戻され、その後は光仁天皇の下で天寿を全うします。そしてその後、彼は江東の断絶という日本史上最大級の危機を救った人物として評価され、現在の皇居には彼の銅像が建てられています。清麿さん、最後に評価されてよかったですね。ということで、今回も長くなりましたが、宇佐八幡宮神託事件については以上です。なんというか、いろんな人がいろいろやらかした結果、という感じの事件でしたね。聖徳天皇はもちろんですが、同郷にしても藤原の仲麿にしてもいろいろと突っ込みどころが多かった印象です。まあそうですね。例えば三国志のような高度な戦略戦術の話ではなく、ローカル局で昼間にテレビで再放送されているベタなホームドラマみたいな話だったと思います。しかしまあそれも一つの歴史、人間の営みということで、たまにはこういう話もありかと思い今回ご説明させていただきました。まあこういう内紛って今でも結構ありますからね。皆さんも巻き込まれないようにくれぐれもお気をつけて。しかし今回は長かったですね。40分どころか50分近くかかりました。これ前後編に分けた方が良かったんじゃないですか。再生数的にも収益的にもそっちの方が稼げたはずですし。まあ普通ならそうするところだけど、今回は試しに分割せず一つにまとめてみました。一回にまとめた方が視聴者さんからすると見やすいでしょうからね。まあその分動画一本が長くなって全部見るのが大変という考え方もありますが。どちらがいいのかに関してはコメントいただければ今後の動画作成の参考にさせていただきます。ということで今回はここまでです。それでは。友情とは、成長の遅い植物である。